こんにちは世界、ヒロンです。今日は自作のグラスホッパーのコンポーネントの使い方について解説していきたいと思います。で、私が作ったコンポーネントはまあすごい簡単な構造の解析用のプラグインになってます。で、実際何をするかっていうと、すごい簡単で単純張りの計算をするようなコンポーネントになっています。で、中身はここのホワイトボードにある7つのコンポーネントから成り立っています。こっちの上の方にあるように実際グラスホッパーに読み込めるんですけども、上の3つが荷重を計算して応力を出すまでのコンポーネントのアイコンになっていて、3種類あります。等分布荷重と中央集中荷重と任意のモーメントに対して計算するコンポーネントの3つです。で、ここで荷重を計算してるだけだと入力が大変になっちゃうので、入力の補助用のコンポーネントとしてここの3つの断面の計算用のコンポーネントを用意してます。で、この四角が角型断面の計算で、 H が H 型、 L が L 型で、それにそれぞれ必要な証言を入れてあげることによって、まあ、構造解析に必要な証言を出力する仕組みになってます。最後にこの一番下の段についているやつは解析した結果をライノ上に出力するためのコンポーネントになってます。で、合計7つのコンポーネントから成り立っています。それじゃあ実際にグラスホッパーで使いながらどんな形で使えるかっていうのを説明していきたいと思います。じゃあこれから実際にコンポーネントグラスホッパー使いながらどんな感じで使うかっていうのを紹介していきたいと思います。作ったコンポーネントを読み込んでもらうと、ここの上のように3つのカテゴリーに分かれてます。それは先ほど説明したように解析するところと断面の性能を計算するところと最後の結果を出力する3つです。で、まずは断面を定義したいので角型交換の断面を作っていきます。使い方はすごく簡単で、そのままドラッグ&ドロップして普通にコンポーネントを設置するだけで断面が作成されます。はい、これで角型交換が出力されてます。で、コンポーネントにデフォルトの値が入れてあるので今回出力されるようになっているんですけれども、断面を変えたいっていう時も断面を変えられるように対応しています。で、それがここにある、まあ、ボックスシェイプコンポーネントで名付けてあるんですけども、ここの入力のパラメータ、一番上から部材の幅、高さ、板厚、強度、部材長の合計5つの入力パラメータを持ってます。出力の内容としてはパラムとサーフェイスの2つになっているんですけれども、パラムっていうのは次の荷重計算用のコンポーネントで必要な断面の証言を出力するようになってます。で、下のサーフェイス、これですね、サーフェイスについては構造の計算とは全然関係なくて、こっちのライノで出力したサーフェイスが、まあ、こっちのグラスホッパー上でも扱えるようにしたいので、まあサーフェイスとして出力するような仕組みにしています。で、これで断面を出したので次に荷重計算するコンポーネントを使っていきます。で、今回は等分布荷重にしたいので等分布荷重のものを選んで置いておきます。で、まあ、グラスホッパーなのでパラメータの出力をこのこちら側の荷重計算用のところにつないでもらえればそのまま計算してくれます。はい、じゃあ次に荷重の計算をするコンポーネントについて説明していきます。荷重の計算をするコンポーネントはこの先ほど作った断面の係数を生成するコンポーネントからこのパラメータをこうつないでもらえると断面の計算証言が全部このコンポーネントに入るようになっているので、それでもう計算してくれます。で、ここの台形分布のコンポーネントを例に出して言うと、上から W っていうのが、単位面積あたりの荷重になってます。で、その下の DW っていうのが、まあ、台形分布なんで支配幅を入れるようになってます。で、その下が LB、 座屈長ですね。これ角型断面なんであんま関係ないと思うんですけど、まあ、いろんな L 型と H にも対応するようにここで座屈長が決めれるようになってます。で、最後に E ってやつがあって、ここでターミの計算をしているのでヤング率だけここで入れるって、なんか今ちょっと変な仕様になってるんですけど、まあそれは気にしないでください。出力については合計で5つ出力するようになってます。で、1つ目がこの一部上の曲げモーメント、で、次がシグマ曲げ応力度で、 FB が許容曲げで、4つ目にシグマバー FB って書いてあって、ここで許容応力度の検定
をするので、検定比が見たいときはこの出力を見てください。一番下が D になっていて、針の変形について出力しています。なので出力を確認したいときはパネルを使ってもらえれば確認できます。じゃあ今回検定比見てみます。はい、こんな形でパネルをくっつけることによって断面検定結果を見ることができます。同じようにして今出力する応力を知りたいって言ったらこのシグマをこのパネルにつなぐことができれば、よいしょっと。今 157.18 っていう、ニュートンパースクエアミリの曲げ応力度が出てるってことがこれで確認できます。で、最後にこの計算された曲げモーメントをこっちのライノ側に出力するコンポーネントについて紹介します。で、それがこの青色のリザルトのタブにあるコンポーネントです。で、ここモーメントって書いてあるんですけど、モーメントビューコンポーネントっていう名前になってまして、この荷重計算するコンポーネントの一番上の M っていう出力から M を出力してあげると、こんな感じでライノ側に計算された曲げモーメントが出力されるようになってます。ライノ上へのモーメントの分布は台形のサーフェイスで出力するような仕組みにしているので、例えば等分布荷重で本来は曲線上の応力分布になる場合でも、出力のやり方の都合上こんな感じでカクカクになってます。出力するときはここにあるような各3点と端部のそれぞれのモーメント値を出力してその値を読み込むことによってこう台形分布の応力を出力するようなそんな感じの仕組みになってます。はい、次にですね、このコンポーネントを先ほど断面検定するって言ったんですけれども、許容曲げの計算はここの黒字の式でやってます。なので一番新しい学会基準の式とは若干ずれているので、検定比を見るときは気をつけて使うようにしてください。でこちらにあるような3パターン、まあ、H 型の強軸に荷重を受ける場合と、まあ、箱型断面に対して荷重を受ける場合、そしてまあ溝型 L 型断面に荷重を受ける場合で、それぞれ許容応力度の計算式違うんですけども、各断面性能を計算する方のコンポーネントの中にこの3つ、の場合分けのフラグを出力するような仕組みになっているので、それぞれ形状に合った許容曲げを計算して断面検定するようになってます。それじゃあ最後に、すべてのコンポーネントをラインの上で出力して、いろんな出力について確認していきたいと思います。いろんな断面に対して、こう、ナンバースライダーを設定してあげて、それぞれの入力項目がいじれるように設定したようなデータです。でこっちにあるように、上はさっき説明したような角型交換に、等分布荷重を与えたとき、下側は H 型断面に中央集中荷重を与えたときのモデルの出力を出してます。でこれ実際にコンポーネントの中のナンバースライダーをいじりながらどんな形になっていくかを見ていきたいと思います。このボックスシェイプコンポーネントの一番下レングスがあるんですけども、このレングスをいじってあげると部材の長さが変わります。ウィーってやって、ウィーってやると、こうやって部材帳をここの断面のところで変えてるってことがわかると思います。荷重の等分布あたりの値を変えていくと、こう、モメントがそれぞれの荷重ごとに計算されてるっていうのがわかると思います。でここで上と下で2つの針の計算をしてるんですけど、こっちの出力で針の出力が被ってないようになってるんですけども、やり方としては簡単で、このエッジの断面を出力するコンポーネントのサーフェスを、まあ、グラスホッパーそのもののムーブっていうコンポーネントがあると思うんですけども、ムーブでこのずらしたい分の距離だけずらしてあげて被らないようにしてるってだけなので、一応そういったサーフェスを使った出力の制御っていうのは他のグラスホッパーのコンポーネントと同じようにできるようになっています。モーメントのライノ上への出力については、計算されたモーメント1に対してライノ上でも長さ1で出力するような設定になっているので、それに対してスケーリングできるような項目も用意しています。それがこのモーメントコンポーネントの SC スケールって書いてあるところの入力項目です。でここにスケールってあるので、スケールをこう動かスケールを動かしてあげると出力されるモーメントのスケールがこう変化していくっていうのがわかると思います。これで自作のコンポーネントの使い方の紹介を終わります。
ラスホッパーのコンポーネントのデータとソースデータは GitHub で公開しているので、気になる方はこの下に書いてある概要欄から見てみてください。もしコンポーネントの中身が気になる方は MIT ライセンスで公開しているので、ライセンスを確認の上使ってみてください。こういったコンパイルされたグラスホッパーのコンポーネントって作ってる人あまりいないので、皆さんこれを機会に自分もグラスホッパーのコンポーネントを作ってみましょう。今回紹介した自作のグラスホッパーコンポーネントの今後の開発予定なんですけども、例えばここのライノ状の出力で針の部材もモーメントも同じ色の出力になっちゃってるので色分けができるようにしたりですとか、ここの各モーメントの頂点で計算されたモーメントの値を出力するといった、まあ、グラフィック系の出力に関する充実をやっていきたいかなと思っています。コンポーネントの中身としては決まった断面形状、決まった荷重係数でしか計算できないので、もうちょっと汎用的な形で計算できるコンポーネントを作る予定があります。あとこのコンポーネントですと出力はこうやった形でラインに行けるんですけども、入力側は全部この自分が作ったコンポーネントからスタートしないといけないので、今後はライノ上で作られたライン等のジオメトリの位置情報と部材の長さを取得して、この例えばボックスシェイプの L、 部材長であったりとか出力する部材の位置を参照できるような機能を追加できたらいいなと思っています。何かこの作ったコンポーネントで気づいたこととあったら、下の概要欄にコンタクトのようなものも用意しておくので、気になった方は私に連絡ください。これでグラスホッパーの自作コンポーネントの紹介を終わります。バイバーイ。